淡島マリンパークは1984年に開業した水族館で伊豆のレジャースポットとして県内外から多くの観光客を迎え入れてきました近年ではアニメ「ラブライブサンシャイン」にも登場していたこともあり多くのアニメファンも訪れ親しまれていました淡島マリンパークは昨日 SNS で老朽化した設備が日々の営業に耐えられなくなる日も近いため 誠に無念ではございますが閉館させていただくことになりましたと発表しています閉館は来月12日です。